こんにちは、岡チャンネルのかちゃんです。今回は前回分解清掃したパナソニックのレッツノート CF-AX2 の液晶を交換します。液晶を交換するといってもパネルを割ったわけではなく、一般的な TN 液晶が使われているので、ゴロネ PC として使っているときにこのように見る角度が変わると色が反転してしまいます。ただでさえタッチパネルがついて見にくいのに、 TN 液晶で視野角が狭いともう使ってられないってぐらい見にくいので、今回は IPS 液晶に交換します。それでも机に置いてまっすぐ見れば見れるのですが、ゴロネ PC として使うときはまっすぐ見れないときが多いので、今回は IPS 液晶に交換します。今回液晶パネルはアリエクスプレスで購入して、料金は2482円で送料が1098円、合計で3580円かかりました。本当はフルハイビジョンの液晶にしたかったのですが、 11.6 インチで LVDS 接続、それの IPS でフルハイビジョンはなかったので、今回は同じ解像度の 1366×768 のパネルにしました。液晶パネルは LG 製で、型番は LP116W16SLA1 というパネルになります。接続は LVDS の40ピンです。よく見るとシールを剥がしたような跡がありますが、あまり気にしないようにします。それでは交換するため分解します。まずはバッテリーを外します。本当は内蔵バッテリーも外した方がいいのですが、めんどくさいので今回はつけたまま作業します。液晶のベゼル部分を外すため、ビスを隠しているゴムでできた目くらを外します。隠れていたビスを外します。爪の環合を外してベゼルを外します。ギターのピックを使うと簡単に外せました。コネクタを外して液晶パネルを外します。液晶パネルは両面テープでついていて、剥がすのが大変です。このように光沢液晶が使われていました。メーカーと型番はこれになっています。タッチパネルの制御部分はこのようになっています。液晶パネルを無理に剥がそうとすると簡単に壊れそうです。元々のパネルについていたスポンジ系も移設します。実際に合わせてみると、ここのツバが邪魔くさいので、ここを切り落とします。
少々雑ですが2波で切り落としました。液晶パネルを止めていた両面テープを剥がしてタッチパネルの裏をきれいに拭き上げます。同じ厚さの両面テープがないので、今回は一般的な紙の両面テープを貼ります。剥離紙を剥がしてタッチパネル部分に接着します。取り付けたから気づいたのですが、液晶パネルのメーカーは AUO というメーカーらしいです。やっぱり LG ではなかったですね、この液晶パネル。型番は B116W03V0M1 と書いてあります。液晶パネルのメーカーも分かったので、逆の手順で組んでいきます。コネクタは抜けないようにきちんとテープで貼っておきます。ビスを固定する前に電源を入れて映るか確認します。ちゃんと映るようですね。タッチパネルもちゃんと動いています。 IPS パネルに交換したはずなのになぜか前回より視野角が狭くなっています。しかも画質も結構悪くなっているような感じがしますね。これは完全にやられました。 IPS に交換したつもりが劣化した液晶に交換してしまいました。また戻すのも面倒なのでこのまま置いておきます。出品者が悪いのか出品者の仕入れ元の業者が悪いのか分かりませんが、 AUO のシールを剥がして LG のシールに貼り替えたパネルでしたね。しかもシールの型番は IPS なのに TN 液晶だという。メーカーが違ってもせめて IPS 液晶のパネルにシールを貼り替えてほしかったですよね。今まで何度かアリエクスプレスで買い物をしてきましたが、このような商品が届いたのは初めてです。後日出品者に問い合わせをしたところ別のパネルを送ってくれるということなので待ってみます。また偽物が来る可能性もあるので一応別の出品者からも注文しています。パネルが届いたらまた動画を作ります。余談ですが、実はこの液晶関係で自分のミスでも間違えて適合しないパネルを購入してしまっているので、そのパネルを使ってオリジナルのモニターでも自作しようかと考えています。部品が揃って撮影する時間ができたら動画にしますね。まさかの TN 液晶から TN 液晶に交換してしまいやる気がなくなってしまったので、ここら辺で動画を終わります。今後の過程が気になる方でチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いします。今回は IPS 液晶を購入したつもりが騙されて TN 液晶を買わされたという動画でした。